天命とは天から与えられた命令のことである。天から人間に与えられた一生をかけてやり遂げなければならない命令のこと。また人がこの世に生を授けられる元となった天からの命令のことである。名数。現在では天命は大きく分けて二つの意味で用いられている。一つは天から与えられた使命という意味で、これは天があるいは 天帝の命令ということである。もう一つは、人間の力ではいかんともしがたい、運命や宿命を意味し、天から与えられた宿命ないしは寿命を意味する。天命の原義は、前者の天の命令の意味であったが、それが転じて、運命の意味を持つようになったという。現代人が天命という言葉の意味を理解するには、まず、命という文字、言葉の意味を理解する必要がある。 命という文字は、元来は、霊と書かれたのだが、これはもともと甲骨文や金文資料においてはとても重い意味で使用されており、上に立つ者が自分の持つ権限の一部を下の者に移乗して自分に代わって実行するようにと命令する行為と、その際に言われる言葉が命と呼ばれたのである。天から命を受けているとする思想は現代では、呪名思想とも呼ばれるが、 この思想の成立は陰から衆への王朝交代と結びつけて考えられている。王道を開いた人々の著者、三田村大介によると、陰の王の正当性は帝、または上帝と呼ばれる最高神の直系子孫であると称していた点にあった。その血筋ゆえに、王は帝の助力を得る資格があるとされ、その手段が占いであった。 青州時代には政治的な側面が強調されつつ、天命という思想が確立した。それは以下のようなものである。衆王が天下を統治する権限は天からの命令を背景にしているとされたのである。また、天から元語と,として認知されているのだから衆王は天主と名乗ることができた。そして、衆王は天から授かったこの命、統治の権限を小さく分けて、 神家たちに与えた。すなわち職務として与えることで実際的な統治を行わせたのである。このように、聖宗では国家は上から下へと命が階層的に分与される構造によって成り立つようになった。聖宗の後半の時期に残された札命金文にも、周王が神家たちに命を分与するときの儀式が詳細に記述されている。ただし、元語と,として、 天命を受けたものであっても、そのものが徳を失ってしまったときは、天庭は元も々ともとして認知しなくなり、別の徳者を探して、そのものに新しく天命を下ろすとされた。命が改まるということから、革命と言われるようになった。これが革命という表現に込められている思想である。上記のように、もともと天命という思想は、王朝や家系の清水に関わるものであったが、 そこでは、すべての人に一部分とはいえ、天命が分与されていると、されていたことから、やがて、天命が、一人一人の人間の運命をも支配しているとも、されるようになった。ちょうど天命が、王朝の命運を決定しているように、一人の人の人生の長短も、人生の出来事の両費も、天命によって定められている、と考えられるようになったのである。かくして、命の子が、 寿命や運命をも意味するようになったわけである。なお、論語には、孔子の言葉として、五十字知天命という表現があるが、常述のように天命は、使命と運命の両方の意味で用いられているので、論語のこの表現をめぐって、運命や宿命ということを意味しているのか、それとも、使命を意味しているのかで解釈が分かれているという。ABCDEFGHIJKLMN 小南一郎、天命、哲学、思想辞典、岩波書店、1998年。広辞苑第五版名数、天から授けられた運命。AB 日原都市に天命、世界大百科辞典平凡社、1988年。三田村大輔、生活の世界歴史王道を開いた人々川で文庫、川で処防新社、1991年。 ありがとうございます。